ソシーのラジオ歴史公開です。ラジオ歴史小話です。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。習い事の話、この間しましたね。習うって、やっぱ先生がいて、手りじゃないですけど、まずは先生の連れてってくれるところまで。 まあ自分もいかにして努力してそうですね守る守る同じことができるようになるみたいなところあったなと思うんですけどまあ小さい時にねその習い事をしてましたっていうところのまあそういうのって習い事っていう形ではね大人になってもあんまりしてないかなと思うもののなんか仕事で新しいチャレンジとかって結構あるなと思うとそういう時にあのね独学で最近ならそのね グ,グれよっていうふうに言われることもありますけど <laughs>、はい、やっぱりその誰か近くにそういう先生じゃないですけど目指す人がいるっていうことは大切なことですよね、はい、まさに「あの学ぶ」っていうのは「真似,ぶ真似する」うん「真似ぶ」「学ぶ」っていうふうに語源になってるとも言われているぐらい「はい、真似する」っていうことと「学ぶ」っていうことっていうのはすごい親和性が高いというか「うんでえー、と脳 有名なゼアミっていう人が「シュ・ハ・リの考えを伝えているわけなんですけど最初は守りましょう先生の言っていることとか先人たちがやってきたことをまずは守る忠実にその次にそれのアンチテーゼをしましょうということで破破ろう破るただこれは実は主の反対なんですね守ってるものの同じ証言じゃないんですけれども マイナスをかけけけててるるだだななんでですよ破ってるだけなのでアンチテーゼがあってアンチテーゼなので、はい、そこはあくまでもその前任者を否定する、うん、前任者の否定みたいな感じで入ってしまうので、うん、ある意味それはアンチ巨人もまた巨人ファンみたいな、うん、要は巨人,巨人のことすごい詳しいからこそアンチ巨人になってる、はい、みたいな、うん、こういう感覚なんですね。うんはい、そこからさらさに一歩進んで 離れる離れるこれが主張りなんですね <うん S 1> そうむしろもう何にも関係ない元の教えもその教えを破るということからも離れた自由な気持ちで物事を組み立てていこう <ん S 1> っていうことが主張りの教えなんですけれどもこの,まああの何かを習ったりとか新しいものを作っていくっていう上であの平安仏教っていう言葉があるんですけれども高野山の空海、はい 「空と海」って書いた空海、はい、広報大使っていう人と伝教大使比叡山延暦寺を、はいあのー、開いた最澄、はいえー、さんとこの2人がいるんですけれども、うん、この平安京っていうのが奈良から移って えー、鳴くよ平安794年に、うんえー、平安京ができてから、まあ、新しい宗教を作ろう新しい仏教、まあ、同じ仏教なんですけれども、はい、新しく仏教っていうのを改革していこうということで最澄と空海っていう2人の新しい人たちが出てきたんですね。はい、でこの2人っていうのはもともとのその仏教の教えに満足ができなくて唐遣唐使に。 乗って唐に渡ってそこで新しい仏教とか日本になかった仏教っていうのを手に入れて、うん、日本に帰ってきて中国とは違った新しい仏教を各々が作っていくっていうことをやるんですよ満足できなくてそこまでのさらに,、ね、にそこまで行動に出てってより自分たちの深み、うん、自分たちのこう理解っていうのを深めていくと、はい、でこれがまた次に面白いのが最澄、うん、と空海っていう人は違う ある意味違う路線を通ってたんですよピーポー鳴ってますね多分拾ってますね場所がバレない場所はばれないじゃないですかピーポーは結構通りますからねでも初めてですねこの40何回撮って確かに音拾ってるの初めて工事の音を拾って後ろの方でちょろっと聞こえてたなっていうのはありますけどピーポーを通ったの初めてですね窓がね2つ角部屋で景色のいいところがいいねって 話をしてたら拾っちゃった感じですねいやま多分それは別にあのピンポを通ってなかっただけですよ今までちょっと話し逸れちゃいましたけれどもこの最張と空海っていう人の面白いところはこの後二人が後世に与えた影響が違うんですよ後世先生として彼らは次は先生になるわけですよね当然弟子たちをした したって弟子たちが集まってくるわけですそんな新しい流派じゃないですけれどもこう教え考えをちょっとその歴史のことを整理してみたいと思うんですが、お二人は近い年代で活躍をして同じ剣刀士に乗って中国に渡ってます当時はそんな便数飛んでないですからはあ。あ、え、同じ剣刀士ってことは船が一緒船は別々の船ですけれども同じ船団同じタイミングのへー で行ってますあじゃあもう本当に同じ時代に来て同じ景色を見て,同じ,見て同じ交流もありましたし<ー>っていうあそうだったんですねそ,うですそんなお二人がでも違う道に進んでいくってで当然おのの天才としておののの道を歩んでいくわけですけれども、はい、後世に与えた影響、はい、自分たちが最澄と空海が先生として、うん えー、こう弟子たちに与えた影響という意味では大きく違うんですよ。はいはあ、どう違うと思います？どう違う？どんな違いがあると思います？<え>先生って多分二パターンあると思うんですよ。先生になるというか、うん、そのすごい実力がある人がどんな先生になるか。え慕われる先生か嫌われる先生か。うん、そういう観点もありますね。でもどちらも、うん、あのー、とてもこう仏教の、はい、宗教の指導者なのでどちらも。 人としてはやっぱ人格者なので慕われる先生であることには変わりないです、はいえーま、再現性あるか<お>もう飛び抜けてカリスマ性すごくてもう再現できないというか本当に正解ですすごいです,、ね、です空海っていう人からですけれども、はい、空海っていう人は今も亡くななってないんですねどういうことですか設定上は設定上って言ったら怒られるかもしれないですけど。野に空海はまだ生きている っていうことで、えー、あの要は彼の,彼の魂自体はまだ残っていて。はい、その毎日、お食事も運んでるんですよ。すね、空海。先生のために。えー、で、その。くらい空海っていうのは。カリスマ性。が高くて。すごかったわけなんです。はい、だからこそ、逆に言うと。空海以後。に。新しい。流派が生まれなかった。要は。 誰も空海の教えを守派にできなかったんです宗しかできない。っもしかすると宗すら難しい宗すらもしかしたら難しいのかもしれないですね<ー>だからこそ空海がまだ生きているっていう状況になっている一方の最朝っていう人が比叡山延略寺を作って法華経を広めていったんですけれども最、うんはい、朝自身は多分空海と比べるとカリスマ力っていう意味では 弱いんですね。<い>その逸話とか、その、えー、なんか雨を降らせたとか、なんかそういう伝説系。も空海はいっぱいあるんですけれども、最澄はあんまりないんです。<ー>なんか、ただし、最澄はい、はその比叡山を作って。ある意味、仏教の総合大学を作ったんですよね。<ー>で、平安神仏教、泣くよウイス、平安教。はい。で、最澄。が。作った。その比叡山延暦寺。は。 鎌倉時代にいろんな宗派を生み出してったんです、えー、空海は産んでないん生んでないですこ高野山からは空海の流れからは鎌倉新仏教っていうのは生まれていないんです、はいうん、一方で一方で最澄の比叡山延暦寺からはそこから座禅を重視する総統宗とかが生まれたり、はい、あるいは念仏を唱えればいいんだ っていう、うん、あのー、の浄土宗、はい、浄土真宗っていうのが生まれたりとか、<ー>でも皆さんその宗派の,のを起こしていった法然とか新羅っていう人とか道元っていう人たちはみんな比叡山で勉強してるんです。<ー>最長。最長の教えをまず学ぶんですね。最長がそこから宗派にしていくんです。すごい面白い話。 だって同じ景色を見て同じ、まあ、中国に行って帰ってきて経験だけで見るとすごく似てるじゃないですかまあでもそれでも同じ人にはならないですよね、はい、同じ天才であってもここまでの違いを生んだものって何だったのかっていうとそれはもはや個人の資質の話になってしまうと思いますね例えば じゃあ、あのー、なんでしょうね、あのー、野村克也監督と、えー、長嶋茂雄監督、はい、どちらも、はいまあ、名バッターですし、あのーね、とても、あのー、実績も、ね、輝かしく、どちらもそれぞれ 選手としても監督としても結果功績を残してらっしゃいますけれども全然違うタイプじゃないですか,かそれと同じようにやっぱり同じ景色を見て同じジャンル同じ分野同じ業界にいたとしても人は皆違うのでこれがだから個人のすごさとまた後の時代に影響,を与え影響力を与えるっていう意味ではその力って全く別物なんですよ。 全くく違うのすすごい分かりやすくかま、ね、この2人を比較すると<ー> 2>, 2人は平安新仏教を作った、はい、これは2人ともの功績事実で,す事実でじゃあ鎌倉新仏教を生んだのは誰かっていうとそれぞれいるんですけれども、はい、じゃあその源流はどこだってたっていくと西条、はあ、っていう差があるただ空海さんは今も空海さんとして慕われてる、うんうん、みんなに尊敬されている<ー>この違いが、うん まあ今日のラジオ歴史小話ということでこの面白さをとりあえず伝えたかったですね。うん、同じその誰かに習うにしても習う人によってその先がまあ少,し違少し違ってきますしそれの再現性とか教える力、うん、教える力と本人がたどり着く力っていうのは全くやっぱりまた別の才能、うん、力なんだなということで。はい また今度機会があるときには平安部二人の仏教の違い自体とか、うん、あるいは鎌倉新仏教の話とか、うん、仏教の話日本の仏教のお話とかもできたらなと思います、うん、はいありがとうございますラジオ歴史小話お相手はリートンとソッシーでした